ロビンフッドは2010年のアメリカ・イギリス合作映画。時代は12世紀末。十字軍の兵士としてフランスで戦っていたロビンはイングランドの騎士、ロバートロクスレイの暗殺現場に遭遇。ロバートの遺言を聞き入れ、彼の父でノッティンガムの領主であるサー・ウォルターに剣を届ける役目を引き受ける。各して訪れたノッティンガムの地で、 ロバートの身代わりになってくれと頼まれるロビン。彼の素朴な人柄は領民たちの人気を集め、ロバートの未亡人マリアンとも次第に心が通い合って、行くのだが、その行く手には、イングランド侵略を目論むフランス軍との壮絶な、戦いが待ち受けていた。カッコ内は日本語吹き替え2007年1月、ユニバーサル・ピクチャーズとブライアン・グレイザー率いる、イマジン・エンターテインメントが、 イーサン・リーフとサイラス・ボリスによるスペックスクリプトを入手する。その段階では、ロビン・フット、レディ・マリアン、ノッティンガムの代官の三角関係を描いた物語であった。主演のラッセル・クロウには、本作の制作費の20%に当たる2000万ドルのギャラが支払われた。同年4月には、リドリー・スコットが監督することが決まり、ノッティンガムのタイトルで発表された。 6月には、ブライアン・ヘルゲランドがリライトのために雇われる。撮影は2008年8月にシャーウッド・フォレストで開始され、2009年11月26日に公開することを予定していたが、2008年の映画俳優組合ストライキの影響で延期された。2010年5月、主演のラッセル・クロウが BBC ラジオ4の番組ジャーナリスト、マーク・ローソンから、 ロビンフット役の演技について、休暇でよく、オーストラリアに行く、アイルランド人のようと評され、さらに、あなたのロビンフットの口調には、かすかに、アイルランドの鉛がありますが、どういう考えがあってのことですかと質問されたところ、短気な性格で知られるラッセルは、あんたの耳は死んでるんじゃないかあれが、アイルランド鉛に聞こえたって言うなら、 あんたの耳は相当おかしなことになってるよと激怒した。その後、ローソンが慌ててフォローするも、彼の怒りは収まらず、放送禁止用語を吐きながら、スタジオを出て行ってしまった。ありがとうございます。